经过了两年的准备，我看一下许愿终于步上正轨啦！请大家持续给予更多支持，订阅、按赞、开启小铃铛。也在忘记，欢迎收看《看一下许愿》，寻找正宗。每次忘记这个太长了。寻找正宗日本料理。那我们今天来到北投，北投是有非常多日本文化的所在地，像那个大澡堂也是日本人盖，就是温泉跟日本人是有息息相关的。于是我就在找寻泡完温泉到底要吃什么。泡完温泉当然就是要享受最正统传统的日本美食，于是我们就来到了传统日本美食。什么是传统日本美食？我也不知道可能就是定食吧。根据我们的那个洋食的料理来说，定食应该就很传统。据说这是也是一个爷爷，日本爷爷来北投开的店。我们现在赶快去找爷爷本人。出身は日本の岐阜県。老板として台湾に来ます。同じような人が日本で65歳までやってた、はい、日本で15年やってました商売をね、はい、で2人でやってて、はい、15年やってて厚生年金と国民年金もらえるようになりましたからやめましょうってやめました、はい、別に店が流行ってないわけじゃないですやめて、それから台湾来てちょっと遊びましょうとしたらもう3ヶ月か4ヶ月ぐらいやらなかったら体がなんていうの何もやらないもんで退屈でしょうがないから初めはね仕事目の方でやりましょうって探したんですよ。ただ健康のために5時間ぐらいと思ったら考えが甘かった。うちは8時前に行って家帰ると11時だから8時15時間普通の人の倍だな。週休2日制でも1日は店の掃除ね、2日目は全部こういうソース関係の仕込みで1日かかる。老板の台湾生活は店だけですね。一番不幸です。老板と老板娘もともと日本で知りますお見合い。你跑日本去相亲？是不是去相亲？就在下日本那个三大名泉那个下里，时间外哈，他自己在卖面摆摊子。我去跟他相亲的时候，他做到半夜，人家还排的客人还排了好长的人。去2个礼拜回来没多久，他就追来了。我说你来了干什么？他说来带你回去结婚啊。老板のおすすめのベスト3。ベスト3はここ、台湾ではできないわ。答えが揃わない。無理。メバナ一番はカニクリームコロッケやな、ばあちゃん。クリームコロッケ。あ、カニの味揃わない。大変。老板の料理のこだわりは何ですか？お客さんに提供して自分が心胸が痛いというものは絶対出してはならない。楽をしたら絶対にそのお返しは現れてくる。だから僕は57年になります。他们真的是很固执，觉得这个就是应该要这样子，不行就是不行，他不会说马马虎虎。知人的精神，知人的精神。この包丁でも49年使ってます。日本の牛刀、キャベツ切ったり、キャベツ切ったり。切菜。その時に日本の給料3万円、この包丁2万円。哇，老板很肯花钱。物全部自分で作り。味噌も。そうです。味噌は買うよ。だけどこれ作ったのは自分で、昨日これ3時間ぐらい煮込んでます。厉害！你等下吃这个，没吃过这个味道。耶！我们认得这一片定食，当年在我们，然后跟一个乌龙面的天妇罗，冷的乌龙面。日本店通常都会给你一个这个毛巾让你擦手，然后他们就说哦，西玻璃，冬天的时候还会是热。这是一个日本很传统的，就像你去那个很多餐厅会先撕湿巾给你。一样的意思。那我要先吃生鱼片。听说这个是当天有什么鱼就会有什么，所以是不一定。然后这个是有七种：鲤鱼、鲑鱼、红干、台地、花枝、虾子、干贝。我觉得它的生鱼片是很大块那种，超级厚实。它的定食是有附这个小菜，然后有超大的玉子烧。这个是应该是天妇罗跟鸡肉跟面食，超级好吃。很 Q 哎。太厚实了吧，完全不会觉得有腥味。好吃哦，哇，真努力。那你们说，努力最重要的还有塔塔酱，而且这个塔塔酱据说也是老板自己就是调配的。哇，
牡蛎没什么腥味，好像很好吃哦。那它的酱是偏酸，不会腻的。像这个马铃薯沙拉也是，就是偏酸吗？偏酸，对，嗯，马铃薯沙拉很清爽，其实台湾人的口味不会那么酸，那只是在日本他们就是比较偏酸。因为我在日本餐厅打过工，就是连叫货都是我负责，就会吃到很多东西都是叫得到。所以我刚刚对于老板说他所有酱料都自己做，我觉得真的觉得非常惊讶。老板他不选择轻松的路，他选择一件很难走的路，让人很感动。这才是就是身为一个职人该有的精神。我要先吃这个。对好吃哦，好吃哦！比那个碗叉跟那个叉龟，它的面心是有熟的，然后又很 Q， 然后超冰的，这个味道，这个好赞！豆子，好脆哦！欢迎光临，怎么声音这么好？我现在有点紧张，然后加坏角度。哦，它的高丽菜丝好好吃，切得很细，水分很饱满，它把水分都锁在里面。看到这个红味噌，这味噌有啥？萝卜，哎。里面也太多料了吧！看到黄味噌就知道关西或是东北啊，岐阜县。我大胆断言，这个汤是老板的，因为这个汤完全不死咸，然后是有清甜感，不像日本人会做的事情。那我想先吃它的面线，而且很像姜母鸭的面线。嗯，很清淡，这种像麻油面，这个是冰的吧。来，请客买单。便当里面的分量实在，然后用料都很真材实料，真的好饱。那这是，而且好像还不能外带，因为我跟你说，日本人都讨厌别人外带，因为他觉得他会没有办法掌控那个品质，很严格。你们当初怎么会想开传统家庭料理的日本？那个就是我们日本的招牌，日本是做台湾家庭料理。那你们在日本卖什么？番茄蛋啊，菜包啊。在那里开多久啊？15年。哇，老板的要求在台湾什么？日本から。全部日本ですよ。味噌も日本でしょ。台湾の人は知らないよ。薄口しょうゆ、マヨネーズもキュービー。あれも愛知県から来る刺身の。メイドインジャパン。日本の食材が全部3倍から4倍します。日本で1000円だったら台湾で1000円。売り値は日本より安いです。そうしないと日本の味が出ないです。カツオ、昆布、特に。老板、台湾の食べ物は何が好きですか？ない。ない。本当に？ああ。じゃあ、物は何が食べますか？自然料理の、はい。あの、自然、広東料理の方が好きだね。辛いものはダメです。辛いものは味覚をなくす。小籠包？小籠包も食べるけども、どっちかというと、ラムチャの蒸した餅、餅し、小さい方があまり好きじゃない。ああ、じゃあ、今も好き。臭豆腐好きですか？ダメ。もうローバーなんかは確認ね。ローバーもんやないローバー。日本人は汁かけるのを犬まんま、ふりかけかけるのを猫まんま、犬まんま好きじゃん。台湾の生活慣れてますか？慣れてないの。台湾もわからないんだから。日本帰りたいですか？しょうがないね。今日はテレビで言ってたけど、日本はもう3回接種したら、はい、PCR 検査したらもう、パスで大丈夫って言ってたけど、台湾3週間困るよ。これのマーク分かりますか？あの、老板の銭湯。老板は日本で、すごいの人。你看、这个贴纸、这个字、不够大。偷工减料。我要怒哭！没有怒哭，偷工减料，偷懒。我真的太棒了！你跟老板是，这是你有史以来最难防的一次。对，因为他还有自己的想法，然后他又不轻易开玩笑，你知道吗？就是我刚刚看老板店真的好干净，他每做完一个步骤，他就要把东西收好。对，老板是有经验，把所有日本老板各种。精神发挥到极致，很难有人真的做到像他们这样这么坚持自己的产品。我很佩服他，即使到了这个年纪，依然就是坚持自己的生活步调。我觉得我老了大概就是一团烂的。大家呢，一定一样像演员一样，保持着健康的心态，然后找到自己想做、可以做的事情，把这件事做到最好，那就没问题了。